心が破裂するこの瞬間をダッてやるんですね。ベルリオーザピアノって書いてあるんです。コガケンはホルティッシュシマこういうところから普通はオーケストラはそれを納得してくれません。なぜこんなことをする。でも日本フィルはそうやろう、これがいい。そしてこれが40年続いてきたということがですね、本当に無形の財産なんではないですか。なんとか40周年は小林さんでお願いしたい。もうまず独特のオーラに包まれて大成功間違いなしという感覚が私の中に生まれております。本当に私たちの心の火だからの独特な発想されたものを皆様にお届けできるべく、人と人のつながりが大変起伏だ、希薄だと言われている今の時代にこういったつながりがあるっていうのが私はもう先ほどからずっと感動しております。実は私10年前に日本フィルの皆様とご一緒させていただいて九州を回らせていただきました。唐津の実行員、両親含め、とにかくうちで飲んで騒いでるって、で飲んでピアノ弾いて歌ってっていうイメージばかりが先行してるんですが、でもとにかくその楽しい時間、すごくこう皆さん演奏会終わって解き放たれて楽しい時間を過ごされているっていう時期でありまして、でそれ最後は美しい恋人がサタンになるというそういうところまで行く曲なんですけど、これが歴史上まれに見る鮮烈な作品であるということをまず皆様にお考えいただきまして、それを日本フィルが演奏するとどうなるか、特にサタンになった時とか恋人が生まれた時にちょっとこことここらになってください。普通はオーケストラは恋人との愛の手をトトントトントトンってやるんですけど、日本フィルはこうやるんです。ちょっとこう見てください。心が破裂するこの瞬間をダッてやるんですね。ベルリオーザピアノって書いてあるんです。コガケンはホルティッシュシマこういうところから普通はオーケストラはそれを納得してくれません。なぜこんなことをする。でも日本フィルはそうやろう、これがいいというで、その音を出さない人も足を踏んだりすることもあるかもしれません。それもどうぞお楽しみにお待ちください。チェコの香りというかドボルザークの神髄というか、それの一端をもしかしたらお聞かせできるのではないかと。で、あ、私はもしかしたら聞かされてるんだなって思う瞬間、ステージの上でその場のその瞬間になってみなければ何が起こるかわからない。これが面白い。皆様方も私以上にもしかしたら面白いかもしれないです。そこを隔ててきた今度私がどうやってこの曲をまた練っていこうか、その面白さといいますか、その興味がこの曲を私が選んだ理由だと思います。そして大変長くこの曲もやっておりますが、父とこうしてまたそのモーツァルトを奏でられるという、正直なところものすごい葛藤が実はあります。こんな風に自分のことも実験してみたいと思いながらでも好きなんですね、やっぱり日本フィルの皆様と演奏で行こうよってこうなると、みんなからこう特殊なものがこう燃え上がってまいりまして、一番それが九州の方々にいいんじゃないかって、そういうところがあるかもしれない。